嘘は嘘であるとか、見抜けるる人ででないいと難ししものがあるでしょうねそれのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いた、あですか写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかにゃなって、あなたの感想ですよね。<う>なんかそういうデータあるんですかあそれはでも、そういうふうにしか理解ができない知能の問題バーあ、ごめんなさい。<laughs> <laughs> えー、小1と年少の2児の子育て真っ最中の30代です。最近棒高らく時間当たり、論系すべて完済しました。あ、おめでとうございます。えー、今の仕事は会社随一の多忙な部署ですが、全く興味がないです。それに働かなきゃいけない理由もなくなりました。ただ、それなりの大企業で福利厚生は実施しているので、退職は考えていません。定時で開かれる訪門への移動を考えていますかいうのも今の部署の方はとても良い人ばかりなので、後腐されなく移動する手段はないでしょうかえっと、病気になってください。あの、 一回病気になって、病欠っていう形になると、あ、さすがにちょっと無理させられないよねとか、もうちょっと、あの、楽な部署に移動っていう形になったりするので、で、あの、肉体的な病気でもいいんですけど、あの、肉体的な病気って、あの、自分からなるのなかなか難しいので、なので、あの、精神的な病気の方が多分、殺傷しやすいんじゃないかなと思います。なので、あの、ま、あその、 睡眠不足です、眠れませんみたいなこと言って、あのカウンセリングのとこ行って、まあ、3件ぐらいもあると、あのなんか眠れないんです、味が分かんないんですっていうと、なんかあの診断書書いてくれるところがあったりするので、で、あのまあその診断書持って、ちょっと今の仕事がきついんで、ちょっとあのこういう状態なんですよっていうと、じゃあ書いてあげようかみたいなったりするので、あの、あわよく病気になっていただけると。遡って精神経の診断書をもらうって荒ざも可能かもしれないですけど、公の場所で言うのははばかられますな。 例えば2月2日にこういうことがあってそれ以来うつ病みたいな診断書を出してもらうと2月2日からうつ病ってことになったり、えー、仕事でできないようをやらなければいけなくなった時の断り方を複数教えていただきたいです、えー、できないです締め切りを伸ばしてくださいここまで伸ばせるんだったらやります伸ばせないんだったらできません で、この断り方の何がいいかっていうと、あの相手にボールを与えるってことなんですよ。要は、できませんっていうと、あの仕事の命令を断った。 要は命令を断るダメなやつなんですけど締め切りがここまでだったらできますだから締め切りを伸ばしてください伸ばすかどうかはあなたの判断ですっていうので要は上司側が伸ばす伸ばさないを決めるっていうボールを持たせるっていう形でその自分,自分が断ったのではなく伸ばさなかったあなたが悪いんですよねっていうのも上司に渡してしまうっていうそういう形の断り方をするといいんじゃないかなと思いますあと病気になるって断り方もありますけど えー、子供が発熱し1週間、その後自分が発熱し1週間合計2週間会社休んでいます。それまで有給もほぼ使ったことがないので罪悪感がすごいです。同僚にごめんなさいと連絡しても怒ってるとか返事がありません。どういうふうに過ごせば気持ち穏やかに療養できるでしょうか。えっとあの、同僚に連絡したくていいです。なぜなら休んでいるから。で、終わったら、お子さんの、お子さんの,の,、えっと、さんのが後ですよね。 あその子自分がかなのでその普通に病気がお終わった後に「いやほんとんか迷惑かけてすいません」って言って謝って、まあ、一生懸命働けばいいんじゃないですか。有要はな有給に対して罪悪感を感じる必要はなくてただその自分のやらなきゃいけない仕事というのを同僚がやってくれたりフォローしてくれてるおかげでその会社側であんまりダメージがなかったよねっていう時にあのなんかちょっといろいろその必要のない作業までお願いしちゃったのでありがとうっていう。 感謝の気持ちは伝えるべきだと思うんですけどそこに罪悪感っていう罪の意識を持つ必要ないんですよあのあくまで罪ではなくやってくれてありがとうっていう感謝の話だと思うんですよね無能な教師は管理が楽なので真面目で従順な生徒を好みます無能な上司は管理能力がないので真面目で言いなりになる部下を好みます社会的成功に必要なのは結果を出すことです 真面目なことではありません。死ぬまで誰かの下で働くなら真面目だけでも良いかもです。えー、仕事サボりながら初スパチャです。在米30代女性、現地製薬会社勤務です。先近仕事ができないチームメイトに不寛容な自分に悩んでいます。私の仕事に影響が出るため、時々強い口調の議論になってしまうんですが、先日上司からもっと理解してあげてと考められました、えー。ストレスと自分の不寛容さに絶望しています。私はチームと一緒に仕事をする職種にもいいじゃないでしょうか。こんな私でも会社員としてうまくやってるのはどうしたらいいでしょうか 多分不安なんんだと思うんですよねあのそのそ仕事の成果が出ていないというのが自分自身の評価に影響するのではないかでそれによって給料が下がるのではないかとか釈社組になるのではないかっていう不安が多分病院であのそのそ使えない部下を責めてしまうってまあ、チームメートを責めてしまうっていうことになってると思うんですけど今起きてる問題はあなたが不寛容なことをやって ているというふうに上司が認識しているのであなたに対してあこの人ってチームワーク苦手なのかもねという認識を持たれてしまってるっていうむしろマイナスなんですよちなみに今のこの音はあの扇風機のリモコンの音でエアコンではありませんはい。 なのでその会社の中でその上司の評価が悪くなるというのはその会社で給料も下がるしあのまあ居場所がなくなる可能性もあるっていうその行為を自分からやっちゃってるんですよ。なのでその不安になる要因っていうのを解決するのではなく不安になるような要素を余計に増やしてるんですよね。 なのであの不寛容であることがよくないと上司に言われた以上は「あ分かりました従います」って言って「あの無能なチームメイトを完全にほっとく」「言われた通りやってます」っていう方がよっぽど会社の居場所はできやすくなるんじゃないかなと思いますけどあなたが働かなければ働きたい失業者が一人仕事に就けるようになります生活保護を取れる条件を満たしている人は生活保護を取ることが人助けになります労働から解放された勇敢階級を目指す人は生活保護を狙いましょう赤信号 みんななで渡れば怖くない今、えー、仕事でお世話になってる方がいるんですけど今その場から離れたいです何か契約書を巻いてるわけではないですがあなたはうちの所属ですと言われ離れ方がわかりません向こうの話としては高等契約だからという話でした、えー、多少強引でも辞められるなら辞めたいんですけどどうしたらいいと思いますかえっとときちんと契約書 作りましょうそれができないんだったらやめます他の仕事し,したいのでとかなんかその家族を養わなきゃいけないのとかなんかあの昔の彼女がなんか子供できちゃったって言って慰謝料払わなきゃいけないですとかなんか適当な理由をつけてその紙で契約書を作らなければいけないという状況であるという嘘をでっち上げてそれを強弁してください。弁気真面目な人の方が人ののがが生を楽しむのが下手ですよね真面目なんだから楽しみ方も真面目に追求すればいいのに。 えー、35歳最え、最悪会社員です。無能で自分に自信がないため、社内の他部署調整ですらビビってしまい、億劫で辛いです、えー。これまでは何とかやってこれましたが、今週からは社内部署移動で、社内調整業務がメインの仕事になってしまいました。えー、この先やっていけるか不安で仕方がありません。どのようなこのちやっていけばいいか、ひろゆきさんにはお待しいただけると嬉しいです。まあ、今まで通り最悪社員でいいんじゃないですか。 なんかその、なんか自信を持ちたいですとか、なんか結果を出したいですみたいなの多分いらないと思うんですよね。あの、まあ、35歳まで普通にやれていて、多分今までの実績をもとに、まあ、これ頼むよって言ってやられただけだと思うので、 なので、あの、なんとかやり続けるをずっと続ければいいんじゃないかなと思います。で、あの、ちょっと、無理をしているから多分、おくっていうのがあると思うので、サボり癖をつけるといいと思います。多分、無能だから、あの、一生懸命やんなきゃやっていうので、多分、遅刻もしないし、あの、なんかな、サービス残業的なこともしてるみたいな状況で、多分、周りにそ嫌われないようにしてるっていう部分があると思うんですけど、その部分をなくしてみてください。サービス残業しないとか、たまに遅刻をするとか。 でサボってみても、その周りの人ごと評価が変わらないのであれば、あこれぐらい手抜いてもいいんだっていうのが分かると思うので、そこらへんのバランスを取るといいんじゃないかなと思います努力で追いつけないところを、努力でなんとかしようとするより楽な道を探すことに同じ努力した方が人生楽しいですよ。 えー、未然にを切った地方創生ボランティアをしていた友人が、えー、と市や市の団体から煙たがられて悪い噂を流されるなどたたかれて鬱になってしまいました友人のメンタルが弱いのか死の心が狭いのかひろきさんはどっちだと思いますかえー、っとあの良いことをしたとしてもそれをあの周りの人がきちんと受け止めてくれるとは限らないのですよ あの、ゴンギツネって話があるんですけど、あの、ゴンは良かれと思っていろいろ餌を持ってったんですけど、最終的には撃ち殺されて終わるっていう、っていう話なんですけど、なのでその、良かれと思ってやったことが評価されるかというとそうでもないというのは世の中に結構あるんですよ。なので、あの、まあ、 その、未然に起きって良かれと思ってやったけど、全然評価されてなくて、結果として悪い噂を流されて、あ、こんなに時間とかお金を使ったのに、報われないんだっていうので、その無気力になってしまうっていう,うちだと思うんですけど、あの、世の中、そんなもんです。 <laughs> あの、残念ながら世の中って頭がいい人ばっかりではないんで、アホも多いんですよ。なので、あの、良かれと思って、社会が良くなると思ってやったとしても、結果としてそれが評価されないっていうのはよくあることです。 なので、ああ、世の中ってバカが多いからきついよねっていうのを、あの、笑いながら酒飲んであげるといいんじゃないかなと思います。要は、その友人、まあ、多分報われないよねっていうのと、で、じゃあ、こんな社会で何か頑張ってもしょうがないじゃんってなってると思うんですけど、しょうがねえよ、世の中バカが多いんだからっていう感じで、あの、笑い飛ばせる、酒飲める人がいるといいんじゃないかなと思います。あの、一人で酒飲むと、あの、アル中とか鬱が悪化するんですけど、 あの、一緒に酒飲める人がいると、割とその、あの、ストレスだったり、その感情を発露しやすかったりして、結果としてうつ病になる可能性が下がるということはあるんじゃないかなと思うんですけど。<laughs> ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。Who's fault? It's our fault or your fault?Who's fault?Okay, okay, okay.Choose.Who's f a u l t い、no. や、帰ってね、やめちゃ辛いでんすよね。どこ帰るんですか、うん <laughs>